出雲ドームは、島根県出雲市の出雲県高校園内にある多目的ドーム施設。施設は、出雲市が所有し、NPO 法人出雲スポーツ振興21が、指定管理者として、運営管理を行っている。島根県や、隣県の鳥取県を含む山陰地方の冬季は、寒冷で雨や雪の日が多く、 季節風も強いという気象条件に見舞われるが、1989年に出雲市長に就任した岩国鉄とは気候に左右されることなく、年間を通じて老若男女を問わずのびのびとスポーツレクリエーションを楽しめる施設というコンセプトの下で、屋内型多目的体育施設の建設計画を立案した。また、建築的にも優れ、 全国的にも注目される施設として、当時市町村レベルでは、例のなかったドーム型施設を建設することとし、さらに、出雲地方の伝統である木造りの技術を活かしながら、区体を木造で建設することとした。こうして整備が進められ、出雲ドームは1992年4月29日に、出雲市50周年を記念して、日本初の木造ドーム施設として開場した。 国体は直径140.7メートル、高さ48.9メートルで当時、木造建築物としては世界最大級と言われた。またスタンドを可動式とし、フィールドを多目的に使用できるよう設計されている。屋根は修正材によりアーチ状に支えられているが、開閉はできない。だが外壁が可動式となっており、自然換気が行えるようになっている。現在、 出雲ドームは、軟式野球、ラグビー、サッカー、ソフトボールなどの屋外球技をはじめとした各種スポーツイベントやコンサート、プロレス工業などに使われている。また、毎年10月に開催される出雲全日本大学選抜駅伝競争のゴール地点にもなっている。出雲ドームを中心とした健康公園は1998年から園地の拡張や、 施設の拡充が行われた。また会場時のグラウンドは全面クレー舗装だったが2000年に人工芝を敷設した。出雲ドームでは会場当初、中国地区高等学校野球大会など高校野球の公式戦を1992年春期に開催したことがあるがフィールドの野球使用時の企画は両翼90メートル、中堅110メートルとな上に 天井も低いため、打球が飛びすぎるという指摘が相次いだことから、その後は、アマチュア公式の公式戦は行われておらず、練習試合やう展示の練習などで使われている。ドーム内の資料室には、大野豊、梨田正隆、笹岡真治、和田竹白プロ野球をはじめとする島根県のスポーツ選手に関する資料、記念品が展示されている。なお、いつも黙々、 ドームという愛称で呼ばれることもある。区体が木造であることと、旧国名の出雲国に引っ掛けて、雲が黙々と立ち込めるイメージから、思考企業などにより命名されたものだが、市が定めた正式な愛称ではない。なお、ナムコ、原版ダイナムコエンターテインメントから1993年末に発売された、ファミコンソフト、ファミスタ93では、3つある。 使用球場の一つに、出雲ドームがモデルとなった木造ドームがある。ありがとうございます。